。ちょうどお願いします。はい。経営者のお店をお伺いします。ああ、ありがとうございます。チラシをいいですかね。はい。ありがとうございます。Thank you.
ロータリーとかですね、興奮するものがついていれば興奮
で、次の作業の準備に移っていきます。で、今回はですね、隣接、隣の上を、隣同士、隣を植えていくという作業を、行っていきますので、このように無人で自動的にバックもしていきながら、次の上への準備を行っていきます。で、このロボットトラクターですね、RTK という位置情報の測位の方法を使っているんですけども、RTK っていうのがですね、衛星からの情報と、携帯電話をはじめとした通信をするものをですね、使って、補正ですね、位置情報の補正っていうのをしながら、誤差2、3センチでの作業を行っていくことで、より高精度な作業を実施することが可能です。ロボットトラクターがですね、次